はい、どうも、ジャヌダルクです。というわけで、今回は、かなりね、耳寄りな情報となっておりまして、まあ、これ見てる、老害コールオブデューティー勢は、もちろん、20代で昔めちゃくちゃゲームやってたって人は、おそらくね、これが実現した時は、最高にね、もう楽しめるんじゃないかな、ってことで、まあ、早速ね、ちょっと本題に入っていくんですけど、まあ、先々日ぐらいに、海外の情報を取り扱ってるサイトで、まあ、ブルームバーグっていうサイトがあるんですが、そこが出したリーク記事が、かなり衝撃的で、まあ、あくまで公式発表じゃなくて、そのリークってことをね、ちょっと頭に入れていただいて、まあ、聞いてほしいんですが、まあ、ソニー率いるプレイステーションで、新しいサービスを展開するらしく、それが、新しいサブスクリプションサービスってことで、まあ、サブスクリプションってそもそもなんだっていうと、まあ、難しい言葉で説明すると、定額料金を払うことによって、一定期間内利用することができる機能。簡単に例えると、今の PS プラスとか PS Now とかそんな感じですね。まあ、月額500円とか払って、なんかのサービスを受け入れるっていうね。まあ、これが PS プラスと PS Now をね、合併して、さらに進化した機能を、なんかプレイステーションで設けるらしく、まずまあその PS プラスとね PS Now の今の説明をすると、 PS プラスはね皆さんまあ9割以上がねまあ加入してると思うんですが、オンラインをするにあたって PS プラスがねほぼ必要だったりとかしますし、あと今月のフリープレイとかのサービスもまあ PS プラスでありますよね。で PS Now は加入してる方はそんなにいないんじゃないかなって感じなんですけど、まあ一応こちら加入すると数百もあるタイトル、まあ PS3、PS4 の一部のゲームが遊び放題っていうね、まあたまにこうビッグタイトルとか来るんで、まあ全然僕もね現在進行形で活用してる機能なんですが、まあ普通には暇つぶしに最強ですね。で、こちらが今までの機能なんですけど、今回なんとそれに付け加え、従来の PS Now 同様、PS4、PS3 のゲームはもちろん遊び放題で、PS2 のゲーム、そして、初代 PS1、で、最後に PSP の一部の作品もプレイが可能ということで、もう神、もうこれが実現したら本当に神だと思う。もうそれこそ PS5 が出てから品薄問題でね、完璧 PC に流れたりとか、Nintendo Switch にね、客取られたけど、この機能が来たらね、そこそこ PS5 のね、品薄問題解決したら勢い出そうですよね。まあそれこそ初代 PS1 なんてね、宝の山ですから、もう、絶対そのバイオ1、2、3でディノクライシスあたりが出るだろうから、間違いなくね、僕プレイするだろうし、PS2 も夢ですよね。モンハンのドスもあるし、もうガンダム巡り合い空もできると、何よりやったことがないコールオブデューティー1とかコールオブデューティー2ですよ。まあ、多分ここら辺のちょっとマニアックなラインナップは追加されないかもしんないけど、まあね、追加されたら初代コールオブデューティーとかもね、プレイできるわけですし、あとは PSP のゲーム、まあ、これをね、まあ、どう CS機でそのパッドでプレイするかわからんけど、まあ、PSP もね、そのモンハンしっかりメタルギアもあるから、まあ、僕はね、ちょっと PS ビータで最近もちょっと PS4 かハマってやってたんですけど、まあ、それがね、PS4 とか5でできるんだったら、もうもう神ですよ。うん。もうコスワン老害おじさん多分今頃ね、もう僕何のゲームやったからって妄想して無制してる頃だと思うんですよ。懐かしいってなってる頃だと思うんですよ。まあそんなこんなでテンションしか上がらないこちらの機能、なんとね春ぐらいにどうやら来るんじゃないかなっていうリークがありまして、実際ねどうやったか知らんけど、そのソニーの内部資料を独自にこのブルームバーグかなが獲得したらしくて、なんかそのコードネームとかね判明してるぐらいガチ感らしいですね。ちなみにサービスのコードネームがスパルタスっていう、はい、なんか最近映画でね300を私見たんでスパルタンしか出てこないんですけど、まあなんかこういう形でコードネームが出てるぐらい分かるぐらいガチガチなんで、おそらくまあこのリークがね、まあ当たってくるんじゃないかなっていう、そう他の方もね情報として言ってるんで、ワンチャンあるよねこの機能みたいな。まあそれはさておき、まあ結構ねそのいろんな情報が割れてるみたいで、サービスでもその3ランク制のティアを設けてるらしく、一番安いサービスが普通にまあ PS プラス見たくオンラインがただ遊べるようで、プラスまあフリープレイがね、まあ、月1でなんかラインナップ来たら遊べるよっていう、まあ従来の PS プラスと、真ん中のティアのやつが PS3、4、5っていう、まあ、今までのその PS Now の機能ですね。まあ、ここにちょっと PS5 の機能というか、まあ、ラインナップ入れて、やるっていう、まあ、これが真ん中のランク。で、最後が先ほども説明した初代 PS1 から PS2、PSP を加えた、まあ、その PS Now のサービスっていうことで、まあ、今のその20代しかり18、19ぐらいの子だったらね、まあ、PSP 世代だと思うから、間違いなくこの最高ランクに入るですよね。うん。まあ、あとはね、値段とラインナップ次第ですけど、これでまあ、ラインナップがね、まあ別にかなってだったらまあ入んない方もいると思うんですけど、まあ先ほど挙げたゲームとか来たらもうそれ入るよなっていう。まあけど気になるのがね、一つ二つあれば、まあ一ヶ月ぐらいだったら入ってもいいかなとかなるし、どうせまあ一週間無料体験とか出るから、いやまあとりあえず早く公式発表してほしいですよね。で一応そのなんか根拠とか、その根拠というかまあその証拠の裏付けみたいなのってたくさんあるんですけど、まあ一番そのなんか言われてるのが、まあ暴論ではあるんですけど、なんか Xbox が実はね、この機能だいぶ前からやってるんですよ。そう、日本ではね、その Xbox の普及率が PS と比較したら、本当にもう数
数%とかの世界なんで、まあ日本ではね知らなくて当然だと思うんですけど、実は Xbox はまあすでに Xbox ゲームパスっていうのを展開してて、まあそれがもう1800万人にも加入されてる超人気サブスク機能なんですよ。だからまあそのプレイステーションも参入してきて当然だろうっていうね、まあ暴論の記事があってですね、まあ根拠っちゃ根拠であるのかなって感じのレベルではありますが、まあまあまあそれ以外もねいろいろと後出しじゃんけんのようにその根拠の記事がたくさんあってですね、なんか特許うんぬんだとか最近そのラインナップに上がるような作品に動きがあったとかね、よかったらねそちらの方もねあの記事とかにいろんなところ書いてあるんで、まあ調べてね見てほしいんですけど、じゃあまあ具体的に何のタイトルが実装されたりするのか、まあすでに展開してるその Xbox パイセンの方を見ていくんですけど、はい、まずは我らのコールオブデューティーシリーズってことで、まあこれねちょっと PC からじゃちょっと確認できなかったんだけど、そう PC も一応この Xbox のゲームパスあるんですけど、あの一応その Xbox シリーズからだったら BO2 とかのタイトルも多分あるんですよね。で確かこの Xbox のこの機能が出た時に BO2 か MW3がそのやっぱり海外でちょっと話題になったりとかしたんで、まあ、PS3 といえば BO2MW3 みたいなところもあるから、まあ多分 Xbox にも来たしね、プレステにも来るよねっていう、だからまあ COD シリーズ全般と、で次が Xbox の方にもラインナップでね今も上がってるんですけど、まあ BF シリーズってことで、まあ PS3 とかではあったバトルフィールドバッドカンパニーシリーズってことで、まあ残念ながらねそのバッドカンパニーは一度動画でやったぐらいで僕全然思い出ないんですけど、まあけど古参 BF 勢とかねバッドカンパニー絶対出身いるだろうから、まあこれねラインナップ来てくれ嬉しいんじゃないかなっていう。BF2042 のポータルでバッドカンパニーが遊べる、ちょっと知らない子ですね。はい、でまあ次もね Xbox で並んでるタイトル、まあバイオハザードってことで、まあバイオはねその Xbox よりも PC 寄りのねゲームだと思うんですけど、まあそれでもまあ Xbox の方でラインナップ並んでるってことは、まあ期待してもいいんですよねソニーさんっていう。まあわざわざ PS1 とかね PS2 とか抜かしてますから今回この機能で、まあそれはまあバイオと言ったら PS1 やろっていう。そう、あの Xbox だとそのバイオ7とかしか今ラインナップないんですが、実際今その PS Now だとバイオ6とか4とかのねその王道タイトルもあれば、あのクロニクルズとかアンブレラコアっていうねそのクソマニアックなところまで、まあ、PS Now さんありましたから、まあ、やはりそのバイオことねカプコンさんはソニーさんにべったりってことでね、あの懐かしいその PS1 とかね PS2 のバイオさせてほしいですね。個人的にアウトブレイクをちゃんとオンラインでやりたいです。はい、あれは多分オンライン機能だったら神ゲーになるから、そう PS2 だったらねオンラインなかなか難しかったんですよね、ハードルが高かったんですよ当時僕ら子供だったら。はい、という形でアウトブレイクがやりたいです。でまあカプコンつながりだとやっぱりモンハンですよね。まあ、僕はね 3DS ぐらいからモンハンはちょっと未プレイタイトルが増えてくるんですけど、まあ、PSP はやはりもう全てねやったってことで、もう青春の1ページといっても過言ではないレベルでやりまして、やっぱり授業中で隠れてみんなでね討伐行くっていう、でクスクス笑いながらお前に落ちしてんちゃうぞとかね、懐かしいですよね。はい、もう3000時間ぐらいとかやってた気がするんですけど、まあ、それで言うとねこれ見てる人とか5000時間とかね6000時間とか全然余裕でモンハンだったらいると思うんで、まあ、それぐらいやっぱりもう僕らの青春飾るゲームなわけですよ。まあそれこそねその PSP のタイトルでモンハンとか追加しますってなるんだったら、もうモンハンとかねそのメタルギア、あと何がある、クライシスコアとかかな。まあ何かしらねその看板ゲームを立てて宣伝するだろうけど、まあモンハンセカンド G とかねスマホでもリメイクされてるぐらいだから、まあ CS 機移行されてもねまあ違和感ないよねっていう。まあそう思うとねもう春から幸せが続きますね。ただぶっちゃけると PS Now に私今加入してるんですけど、まあやはりその超暇な時しかやんないから、そうあと PS Now が更新されたよって時ぐらいしか見ないから、ぶっちゃけるとね、まあ、この機能自体1、2ヶ月で満足かなってなります。はい、あの本当にぶっちゃけると多分長くは続きません。あの追加されて最初は話題になるだろうけど、1、2ヶ月ぐらいでもうやってる人もおっさんしかいないよねみたいな、もうそれでもいい、オンラインで BO2 とかができれば僕はもう OK、 もうそれがね新作 COD って言ってもう今作宣伝しまくるから、はい、もう YouTube の実況的にも美味しいってことで、いや本当にソニーさん発表待ってます。でね、ちょっとあの、ツイッターの方で、なんかまあ、ソニーが新サブスク機能で、まあ、先ほど言ったね、まあ、PS1、2、3、まあ、PSP の一定のゲームが遊び放題って機能するかもしれないっていうね、まあ、リークっていう建前はもちろん書いてるんだけど、まあ、それでちょっとまあ、皆さんの思い出のある作品は何ですかっていうのをね、聞いたところ、結構まあ、リプライが集まりまして、まあ、ちょっとやっぱ僕の思い出のゲームって言ったら語りあるじゃないですか、FPS 系だとか、バイオとか、ホラー系になっちゃうんで、まあ、ちょっとね、僕のジャンルリスナーの方に、まあ、思い出のある作品をね、一緒にまあ、見ていこうってことで、はい、まず一つ目。これですな、 DMC とキンハは PS4 でもできますがっていう。デビルメイクライは確かにそうだね、 PS4 で大体できるよね。僕も最近デビルメイクライやりました。もちろんね当時あの PS2 でもねあのデビルメイクライ親父と一緒にやってたんですけど、いや懐かしいね。でまあキンハとかもあれですよ、リメイクされてるからあれなんですけど、まあやっぱりソニーの売り上げで言ったらキンハ高いですからね。はい、この辺もリメイクされるかなっていう。で次、サルゲッチュ。僕ねサルゲッチュやったことないんだけど、まあこれもめちゃくちゃ売れましたもんね。確か売り上げ結構上位入ってたから、まあまあ黄金世代ですからね。
ね、こういうのも来るんかな。はい、で次。タイムクライシス、懐かしすぎる。いや、俺ね、4まで全部やった。4までは全部ね、買ってやってたんだよね。で、ガチでガンコンあって、うちで、おばあちゃんの家でガンコンやってたっていう。ほら、また、ジャンでそんななんか危ないもの持って、っていう風にね、おばあちゃんがよく言ってたんだけど、いや、懐かしいですね、タイムクライシス。はい、で次。メタルギアライジング。私ね、メタルギア結構やってるんだけど、ライジングだけやったことないっていう。はい。そして、ドキノさんから来ました。勇者のくせに生意気だ。懐かしいね。俺 PSP でやってた、これめっちゃ。てか、何やったらね、なんだっけ、PS ビータでね、なんかやったんだよね。そう、PS ビータ確かあったはずなんだけど、そう、やってたね、俺最近も。そう、懐かしい勇者のくせに生意気だ。これ一応 PSP のゲームですね。で、次。はい。白騎士物語。あ、これ PS Now で今あります。はい。よかったら、遊んでください。いやけど、白騎士懐かしいですね。これオープニングがめっちゃかっこいいんですよ。グラフィックもいいしさ。いや、最高に。で、次。ある意味 FPS です。これまあエースコンバットですね。いやー、エースコンバットも懐かしい。私ね、5しかやったことないんですけど、いや、面白かった、5キャンペーンみたいな。これなんかコードネームかなんかその文体のなんか名前付けられるんだけど、シャークとかね、あったんだよね、確か。めちゃくちゃかっこよかったよね。で、次。あー、グランツリスモか。懐かしいな。グラセフもね、私、グラセフじゃないな。グランツリスモもね、兄貴が車大好きだから、まあ一緒によくやってましたね。懐かしい。で、まあやはりこれですよ。メタルギア。ね、スネークイーター。懐かしいねー。いや、これは本当に欲しい。メタルギアシリーズはね、やっぱ全部出してほしいよね。リメイクで。はい、で次は、もうこれまあネタなんだけど、まあ体は闘争を求めるっていうね、もうネットミームになってるやつなんですが、アーマードコアっていう。私やったことないんですけど、まあそのアーマードコア持ちっていうのがあって、いや、これがね、やっぱ当時、衝撃的でしたね。はい、モーハン持ちとかね、クロー持ちだっけ、まあ COD で言ったらモーハンかクロー持ちがちょっとね、持ち方としてあるんだけど、アーマードコア持ちっていうのがあって、コントローラー逆さに持つんですよ。懐かしい。いや、体闘争求めるが本当に出てくるのかな。で次、はい、まあボンバーマンと三国無双4。三国無双4懐かしいね。僕ね、三国無双1はやったことないんだけど、2と3と4と5はガチでやってた。あとエンパイアズもね、結構やってたりとかして、あとオロチもね、やってましたね。そう思ったらオロチも来てほしいよね、 PSP だから。いやー、本当懐かしいな。あ、で出た、地球防衛軍2。最近もね、任天堂スイッチで地球防衛軍3やったんですけど、いや、マジでこれ時間忘れて できるよね。一生なんか多分レベリングというかね、アーマー取って武器開拓してみたいなできるから、いや、確かに地球防衛軍は欲しいですね。で、意外とね、なんかペルソナ言ってる方多いんですよね。そう、ペルソナ僕一回もやったことないし、ストーリー何も知らないんだけど、やたら人気っていう。で次、まあ、これは個人的に推したいのが、アナザーセンチュリーね。アナザーセンチュリーエピソードっていうのが本当に神ゲーで、これエピソード R っていうね、まあダサくとは言われてるんだけど、エピソード R の ABC ね、アシドブラックチェリーっていうね、僕の大好きなね、グループがいるんですけど、それのね、歌ってるリバースがめちゃくちゃいいんですよ。でもこれオープニングはもう鳥肌もんで、いや本当にね、アナザーセンチュリー系のね、オープニングが本当に神なんで、まあ、ぜひね、皆さん今すぐ YouTube でアナザーセンチュリーって調べてやってみてください。で、僕ちなみにね、ジャヌダルクって名前はここから来ましたね。だからアナザーセンチュリーエピソード R と出会ってなかったら、僕は多分今頃ジャヌダルクって名前にしてないですね。はい。で次、メタルオブオーナー。いやー、これバンガード僕バンガードやったことないんですけど、 PSP のね、メタルオブオーナーはね、2作品ぐらいかな、確か持ってた気がするんですよ。いや、懐かしいですよね。まあ、これぞなんか初代 FPS っていうか、FPS の処女幕破ったのこれみたいなね。あと、それで言ったらあれですよ、ゴールデンアイとかね、007系ですよ。あそこいらたにも僕 PS2 でね、卒業したんで FPS を。いや、そこら辺本当にね、来てほしいですよね。はい、っていう形で、ちょっとまだまだいっぱいあるんですけど、ちょっとね、僕に来た、リプライ紹介軽くね、させていただきました。いや、本当にね、懐かしすぎてもう涙が出ちゃうって感じではありますが、まあ皆さんちょっと懐かしいって思っていただいたらね、ぜひとも高評価、グッドボタンの方お願いします。あとコメントでもね、まあ皆さんの思い出作品書いていてください。はい、ということで、まあこれからもね、こういった形の、まあ PS ゲームとかのね、最新情報とか上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。